マスオゲームズでーす。はい、今日もね、新マスオのマインクラフトをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、で、今回はですね、ダークネクサス作りの続き、ダークネクサス、忘れちゃった方のためにお見せすると、これですね。これ、ブラックオーレムって書いてありますけど、これをね、作りたいんですよ。で、これを作るために、前回はろうそくを、作るためのアイテムをいろいろ集めてきました。で、今回はさらにね、いろいろ集める必要があるんで、サンストーンっていうね、ものを、ネザーに行って集めていきたいと思います。はい。で、うまくできたら地下室、魔法の、その部分あるじゃないですか。こっちの魔法エリアですね。ここに地下室を作って、この、ね、ブラックじゃなくて、ダークネクサスの場所を作りたいなとも思うんですけど、いや、もしかしたら敵いるかもしれないから、入った瞬間に出てもいいようにちょっと準備しておきます。ゾンビが入ってたりするといる、いたりするんですよね。この入った時に出現するんだって。ほらほら、そうそう、もうさすがに大丈夫です。で、ここの周りもね、ちょっと狭すぎるから、軽く整備だけしときましょう。そう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 、ここいつもやたらめったらこう狭くて、なんでこんなところからスタートしてたんだってね、今更ながら思うんですが、はい、ちょっと整備してそのサンストーンを集めに行っていきたいと思います。よし、ここ入り口でーす。やった、ネザーの入り口をちゃんと作りました、今更ながら。どうせやったら2つがいいんで、窓ドア2つにして、よし、これでトントン、ほら。で、こっちは閉めちゃいましょう。今更ながらこのようにネザーを整備いたしました。よし、はい、では行ってきまーす。こうやっておこうか、一応こうね、はい、では行ってきまーす。それでね、あ、これ、うわー、びっくりした。掘ったから襲ってきてんだな。おー、なんかゲットした、スティールの。おっかねー。はい、ということでですね、このようにネザーは簡単に襲われてしまうところですんで、こちらのね、風のソリに乗っていきたいと思います。でね、一度実はね、ネザーのね、やつ取ったことあるんですけど、確かね、カットしたんじゃなかったかなと思って、今回はね、ちゃんと取る様子も見せたいと思います。サンストーンね、これがサンストーンなんですよ、これが。で、これをね、どうやって取ったらいいものかっていうのがね、大変で、実はほら、こことかもちょっと大変じゃないですか。で、ああいう、何でしたっけ、あいつ現れたら終わりですし、お、こういうところから取りやすいかな。こういうところのやつを取っていきたいと思います。どっかにないか、ちょっと、もうちょっと取りやすいのないかな。あれ、近めじゃないですか、あれ。あ、あれいいじゃん、あそこのやつ。こういう、ネザーブリックの近くにあると取りやすい。じゃあちょっと、このサンストーンを取っていきます。よし。よし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 。とりあえずね、このね、風のソリの操作がね、若干難しいんですね、実は。普通の使い方っていうか、普通のクリエイティブと若干違うんですよ。よし。これで風のソリを。あぶねえ。風のソリを。降りました。
よし、ここで少しずつね、こう地下っていうか、こう作って、こう一段低い土地を作って、このサンストーンを取ります。よし、これ多分ね、うまくいってる。今実はこの下に、ほらこういう風にね、ほら地下を作ったんです。で、この高さで取んないと、あれ取った瞬間に焼けちゃうんで、そこからこう、はじめます。この、なんか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 、よし、どうしよう、返せ、よし、よし、返せ、よし、返せ、よし、返せ、よし、確か前にも一度お見せしたかもしれないですけど、前よりもこう、綺麗にというか、うまく撮ってますね。お、これまた、なんでこれ、はい、これ、よし、これで撮れる。はい、ということで、これでサンストーンゲット。せーの、ボン。よし、いや、せーの、よーし、サンストーンゲット。そして必要なこちらのネザーブリックもゲットしちゃいましょう。でもここでゲットすんの怖いから、上行こう。上上上、ネザーブリックこちらがゲートでーす。よかった、ちゃんと戻ってこれました。ゲートの入り口こっちに作ったんだよね。で、これで帰りましょう。イエーイ。ちゃんとね、ネザーストーン取ってきました。お、やばい、一人来ちゃった。倒しとこうか。あ、帰ってった帰ってった。まあいいか、これだったら。はい、ということで、ゲットしたんで、あとは、黒曜石ですね。あとは黒曜石と地下室を作ればいいんじゃないかな。じゃあ、あ、黒曜石ある。黒曜石は、もうじゃあ、OK？ ちょっと待ってください。確認です。ここが黒曜石。あ、OK だ。じゃあ、あと、今回はね、地下室を作ります。ここに地下室を作るために、ハンマーが必要だな。ハンマー、ハンマー、ハンマー、よし、おっきい地下室をとりあえず作って、そこにね、ダークネス草すのところを作ってきますから。ただ取ってきただけじゃね、何も面白くないですからね。よし、よし、リグでとりあえず広くしましょう。はい、よし、はい、よし、あ、どこ、はい、ちょっと、じゃん。ということでね、こういった形に地下室になりました。まあね、ここを壁とかね、ちゃんと今からこのね、丸石で埋めていこうと思うんですけど、どれにしようかなってまた悩んでます。これにしようかな。で、本当にね、どれにしようかなっていう感じなんですけど、いかがでしょうか、これ。これで壁を埋める的な。いい感じじゃない？ほら。ディグが必要ですね。よし。いかがでしょうか。こういった形の壁にちょっとしていきたいと思います。ほら、もう、大事なんで、それも大事なんで。これね、はい、これ、こちらの目です。こんなの、はい、ということで、ダークネクサスの部屋完成いたしました。
イエーイ。地下室結構綺麗に作れましたよね。まあ真四角なんですけど、はい。で、次回はようやくね、ここにダークネクサスを設置してみたいと思います。なぜ地下に作ったのか、なぜこんな風な部屋を作ったのかっていうのはね、全くわからない方には疑問だったと思うんですけど、それが次回、なんでかっていうのがわかりますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。ということで、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。次回はダークネクサスです。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。